平成19年台風第14号は2007年9月に発生しベトナムに上陸した台風である。発生当初から超大型であるという珍しい台風となった。新ロ図9月30日に南シナ海中部で台風14号が発生しアジア名レキマートを命名された。命名国はベトナムで果物の名前に由来する。この台風は 発生当初の時点で、すでに強風域の直径が 1700km もあり、超大型の台風に分類された。発生当初の大きさとしては、1977年以降の台風で最大であり、かつ超大型の台風に分類されたのはこの台風のみである。しかし、その広大な雲域ゆえに、中心付近では雲のまとまりをかき、それほど発達することはなかった。 台風は10月2日に中国海南東に接近した後3日に最大風速約秒速32.5メートルでベトナム北部に上陸数十万人規模の人が避難したその後4日にベトナム北部で熱帯低気圧に変わったこの台風は台風に昇格する前からすでに熱帯低気圧としてフィリピンを襲っておりフィリピンでも9人の死者と行方不明者 負傷者をそれぞれ一人ずつ出していた。台風が上陸したベトナムでは少なくとも20人が死亡し、8人が行方不明となった。ありがとうございます。